パレネは土星の第33衛星である。非常に小さい天体であり、2004年に土星探査機カッシーニの調査チームによって発見された。付近を公転するメトネと共にカッシーニが撮影した画像の中から発見された初めての衛星である。パレネはカッシーニが撮影した画像の中からカッシーニの画像解析に携わるチームによって2004年6月1日に 発見された。目と目の発見と合わせて、同年8月16日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S2004S2 というカリフ号が与えられた。その後2005年1月21日に、ギリシア神話の巨人、ギガースの一人、アルキオネウスの七人の娘の一人、パレネにちなんで命名され、サターンクスイという確定番号が与えられた。2004年の発見以降に、 この衛星がボイジャー2号によって1981年8月23日に撮影されていたことが明らかになった。ボイジャー2号が土星に接近して観測した際にこの天体の写真が1枚だけ撮影されており、この時は S1981S14 というカリフ号が与えられていた。土星からおよそ 200000km 離れた位置に、 発見されたものの、その他の画像には映っていなかったため、その段階では軌道を決定することができなかった。2004年の発見報告の段階では、メトネと S1981S14 が同一の天体である可能性に言及されていたが、後の軌道の比較では、パレネと同一の天体であることが示されている。パレネは、ミマスとエンケラデスの間の軌道を交点している。パレネは、 エンケラトスによる接動的な平均経度の共鳴によって軌道に影響を受けている。ただし、これは、ミマスによってメトネに与えられる接動ほどは大きくない。この共鳴によってパレネの接触軌道要素は変動しており、軌道長半径は4トル程度、近度点経度は0.02度の変動をしている。軌道離心率も、 複数の時間スケールで0.002から0.006の間を変動し、また軌道傾斜角も0 1 7 4 d e から0.184度の間を変動している。アンテおよびメトネと極めて近い軌道を持つことから、これらの衛星は力学的に密接な関係にあると推測されている。これらの3つの衛星の起源については、見ますかエンケラドゥスから分離したという説と、 初期に周辺に大量に存在した小衛星の集団の生き残りであるという説がある。2006年にカシシーニによってパレネと同じ軌道にある薄いダストの管が発見され、R-2006S2 という仮符号が与えられた管を構成するダストの前方散乱項を観測することによって検出されている。この管は半径方向におよそに5 0 0 k m の広がりを持っており、 パレネカーンと呼ばれている。パレネの表面衝突した微小隕石によって放出された物質で構成されていると考えられている。天体のある瞬間の位置と速度から計算した軌道要素のこと。時々刻々と変化するものであり、雪道などによる短周期での変動を知りたい場合には、こちらが用いられる。一方、長時間で平均して細かい変動を取り除いた軌道要素は、 平均軌道要素と呼ばれる。ありがとうございます。